い、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は海を眺めながら夕寝をできるスポットのある夕焼け村に行きたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。いいね、夕方に海眺めながら、うとうとと。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、夕焼け村に出発。はい、夕焼け村に到着。待って、めっちゃ眺められんやけど怖い。夢の世界へようこそ。あなたは今夕焼けという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の夕焼けの世界をご堪能あそばせ。なんか二人にめっちゃ見守られよった。超不気味なんですけど。こっちが、なるほど、シャツワンピース、赤いネルシャツ。じゃあちょこっちで行きますか。シャツワンピースかわいいよね。シンプルに。はい、おき、間違えた。はい、お着替え、お着替え。じゃーん、こんな感じで。シャツワンピースとかね、現実で着たことないんやけど。全くないんやけど。お、なんか。なにこれ。あー、あれか。排水口的なやつ？排水口？排水口でいいんかな。一瞬なんか、カゴが置いてあるんかと思った。はい、それじゃあちょっとね。一軒目のお家へ。かわいい、卵とかいろいろ置いてある。あ、どうも。待ってたよ。やった、お待ちされてたわ、嬉しい。お邪魔します。家の色とかかわいい。おー、なんかめっちゃ、なんていうん？ナチュラル？ナチュラルっていうの？めっちゃ自然って感じ。いいね。なんかこういう素朴な感じのお家に私は住みたいです。もうすぐあれやね、ストーブが大活躍する季節がやってくるね。いや、なんかどうなんやろ？暑いのと寒いのって。暑い方が嫌かな？なんとなく。なんかあれやん。暑すぎたらさ、なんかちょっと気分悪くなって吐き気とかしてくるけど、寒くてそういうのないやん。震えるだけやし。なんかその方がマシな気が。ん？上になんかある？ん？気のせいか。あれ何？あ、タイルを置いてあるのか。なるほどね。ベッドもものすごくシンプルだ。ね、熊さんへのお供え物的な感じ？違うかな。かわいい、なんか。いいね、いいね。こういうなんか自然に囲まれた場所で果物とかを食べてね、過ごしたいです。のんびりまったりと。パック中？パックではないのか。怪我してるの大丈夫？大丈夫？そして、キッサーハトの巣。はい、二軒目のお家に。あ、かわいい。掲示板前のタイルかわいい。で、なんかところどころにある排水口とね。あ、いいね、こういうの。なんかログハウスって感じ。え、めっちゃかわいくない？こういうなんか森の中の小屋。そしてこの家の周りのこういう感じ好きなんよね。どうも。あ、同じ格好？微妙に違うのか。ゆっくりしていってね。ありがとう。ゆっくりしていきます。お邪魔します。ここのきなこさんは村長さんやね。だから少し豪華な感じの家に住んでいるのか。あ、でも全体的にあれなんかな。なんかこういう、ナチュラル系？自然多めみたいな。なんか木のあったかみを感じる家っていう感じなんかな。この村は全体的。何この絵。サボテン？ハニワ？何の絵だろうか。
いいね、いいね。何の曲かよくわかってないんやけど。ここに入ってる曲っていうのは、要は、トタキキが演奏してくれたりとかする曲ってことかな。はい、ちょっと左の部屋へ行ってみます。話し声が。なるほど、テレビね。この部屋で、この絵はお気に入り？この絵はお気に入りなの。この部屋で、まあ、なんか、ここに座って、まったりと、これはテーブル？こっちか、座るのは。なるほど。テーブルに座ろうとした。ここに座って、まあ、まったり、温まりつつ、テレビを見ると、のんびり過ごそう。このカウンター席もいいよね。おしゃれ。奥で料理をして、こう手前に出てくるわけやね。オムライスやねん、これ。パスタ？そしてこれはタコスですね。タコスあんま食べたことないけん、よくわからんねえけど。お、2階。いい。かわいい。これは？花柄かな。いいね、いいね。そしてお洋服が飾ってあり、お、ここにも。何の曲なんやろ。あ、でもこの曲なんか好きかも。いい感じ。あ、ここで起きて本を読んだりとかするわけだね。お邪魔しましたさあ、それじゃあこう森の中にね、果物のなっとる木がいっぱいあるっていうのも良きだね。あの切り株の上とかに座ってまったりとまったりと過ごしたい。はい、そしてあれやね、動物たちの家の周りにもこういう木が敷いてあるのね。ところどころにあるね。この丸い石のタイルも可愛い。なんか、卵がポツポツ置いてあるのも、お、これは？キャンプ。キャンプ場。そして、なんか小さな公園もって書いてあったんやけど、ここ？かな？なんかこういうさ、ポツポツとマイデザインを敷いていくっていうセンスが私には全くないんよね。何かしら繋げておかんといかんような気がしてしまって。なんかそういうのね、バランスとかいろいろ考えて、やりよんやろうなって思うけど、すごいな。かわいい。こういう自然に溢れたかわいい村を作りたいです。で、そしてここがね、ここに靴を脱いで、こっちに座ってもよき、そして、こっちで、まあ、海を眺めながら、夕寝を、しても良きということで。はい、そして最後三つ目のお家。来てくれてありがとう。ああ、こちらこそ訪ねさせてもらって、めちゃくちゃ嬉しいです。あ、かわいい。なんか全体的にあれだな。家の外観もめっちゃかわいい。ここも超かわいいんやけど、お邪魔します。おー、いいね、いいね、いいね。めっちゃちっちゃい木が。びっくりした。すり抜けるの。すり抜けるの、これ。あ、なんか意外とボーイッシュな感じなの？ね、自転車。かっこいいタイプやし。かっこいいタイプ。そしてキックボード小学生の時めっちゃしよったな。どこ行ったかはもう忘れたけど。ちょっともうよくわからないけれど。全体的にみんな家の中に植物がいっぱいある。最近ね、なんかこう観葉植物とかで、ちっちゃいテーブルの上に置いて楽しむぐらいのサイズの観葉植物とかもめっちゃいっぱいあるけんさ。ああいうの。これサボテンとか買いたいなって思うけど。どうなんやろ。
ああいうのって世話大変なんかな、簡単なんかな。昔友達がサボテン育てよったけん聞きよったらよかったかな。あれやね、一番最初にあったミルクちゃんやっけ、あの子もなんかヘアバンドつけとった。なんかあれお風呂上がりにつけるってイメージがある。あと洗顔中とか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、もう最初到着した時もそうやったし、帰っていく時も私は二人に見守られながら帰っていくと